クラロワ卑怯道。はい、じゃあね、はい、辛いのは大丈夫ですか？辛いのは、うん、まあそこそこ、はい、わさび1本食べてもないでしょ？もちろんないです。これ、はい、ちょっとわさび置いてあるんですよ。いやちょっと1本はやばいでしょ先生。これちょっとこれ良くないんじゃないですか？これすいません、こちらでご用意させてこっちで用意してもらって。いやいやいや、わさびがダメじゃないですか？これね、はい、新しいやつなんですよ。そうだ、これ本当に今封がまだまだ銀のやつが封してますね。そうそうそう、これお開けたい。でもこれだけやってもね、スタッフに用意してもらったと言ってもですね、中身違うやつじゃないかということで、ちょっとおかしいって、おかしいって。辛いですよ、ちょっと早くわさびっすか？わさびあのね、はい、多いのよ、先生も注意がね、先生も多いのよ。あ、辛いのよ、だって今話してる私が手でこれを隠します。隠してこう見せるとね、だんだんこれが欲しくなってきますよ。信じられないでしょ？いや、今は全然欲しくないです。ちなみに言うと、はい、いや、欲しくなるわけがちょっとないと思ってますけど、なんなら今は、はい、どうでしょう。隠して見せると欲しくなる、隠して見せると欲しくなる、隠して見せる。欲しさってどんどん募っていくんですよ。あ、でも見たくて多分しょうがないと思うんだけど、こうやって見せると欲しくなる。ほらもうね、釘付けです。え、隠して見せると欲しくなる。こうやって私の手から奪い取ってしまうぐらい欲しくなる。そんなに？そうで、欲しいですか？隠して見せると欲しくなる。欲しさがどんどん積もって、隠して見せると欲しくなる。お前、自分の手を一生懸命抑えてるけど、私の手から奪い取ってしまうぐらいの人。ちょっといただきましょうか。あのね、はい、私こう手たくと辛みがなくなっていきます。生クリームも好きですか？生クリームは人並みには好きです、はい。甘いもの、はい、私こう叩くとね、辛みがなくなって生クリームのような味になってくる。絡みがなくなった。なくならないです。それはこうやってやると、こうやってやると生クリームの味。興味あるでしょ。ちょっと食べてみたいですね。上向いて口開けて。え？上向いて口開けて。え？そうそう。上向いて口開けて。口の中に生クリーム入ってきますよ。口の中に生クリーム入ってくる。こうやって口の中に生クリーム。いや。いや。あんまでしょ。え、口の中に生クリーム入ってる、うん、辛くないと思いますよ。平気でしょ。今話してる私が手をたくと元の味に戻ると覚えてますよね。今平気だと思いますけど、こうやってやるとバッと元の味になる。口の中から辛こう思うよ。ちょっと出すぞ。マジ？ただ今話してる私は顔に触れるとね、辛みがなくなります。口の中の辛みがなくなります。いや、今めちゃくちゃ痛いですよ。痛みもなくなります。こうやってやると口の中の辛みがなくなった。なくなった。本当になくなった。なくなるの？だって涙出てたのに鼻のツンとする。すごい汗かいてる。だってなくなった。なくなったでしょ。え、本当に？いや、今のは本当になくなった。辛みが痛かったの。痛かったのよ。泣いてる。涙も汗も出てて、うん、痛かったのに、うん、先生がやったら、うん、痛くも痒くももう辛くはなくなった、うん、多分ね、はい、わさび1本食べたの初めてだと思うんで、今日わさび記念日というか、はい、ありがとうございます。わさび記念日いただきました。ありがとうございます。あとすごいですね。今日もご視聴ありがとうございました。良ければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。